い、皆さんこんにちは、ワンダリングルイシです、では今回は信長の野望大使真田幸村プレイの続きをやっていきましょう。長宗我部との戦いになっていくんですが、まあ、何はともあれね、長宗我部軍かなり強力なので、特に戦場をどこに定めるかというのはしっかり見極めていきましょう。で、そんな話をしていると幸村が太政大臣になりましたね。で、現在長宗我部家とは停戦状態なので、この停戦のうちにしっかりと装備を整えていきましょう。まあ、鉄砲を買って軍馬も買って置きましょう。で、一応その開発の状況を見ておくっていうのは重要なんですけど、すでに開発はね、一度委任しているので、ほぼほぼ完全に飽和状態になっているので、作れるところがあれば主に傭兵塾をメインで作っていきます。まあ、傭兵塾を作っておけば統率力が上がっていくので、まあ多少なりともね、戦争で合戦でかな、有利になるかなと思います。といってももう作れるところほとんどないんですよね。まあ、ここは完全に委任しちゃいましょう。で、すでに歩兵と配属は済ませてあるので、この後はタイミングよく敵に攻めかかるというところだけですね。で、停戦が解けるちょっと前には一旦兵をどこにどれだけ配置できるか確認しておきたいですね。取引を行いましょう。取り計らいます。取り計らいます。ありがとうございます。もうここまで来ると正直言って真田家と長宗我部家、武将の質量には差がないので、あとは装備の差がない。で、軍勢の数、兵力にも差がないと、そういう状況になりますので、もうどこでね、合戦をするか、どっちが陣を取ってる状態で先端を開けるか、っていうところにも完全に変わってきます。で、ちょっと何度か検証してみたんですけど、陣を取られている状態で、かつ、まあ、いわゆる武将の質量が変わらないような状態の中では、はっきり言って自操作をしても敵に陣がある状態だと勝てないですね。なので、もう根本的には陣を取っている状態で合戦に挑む、これが絶対条件になります。先月の収支です。合戦に備えた兵糧の数は十分にあるので、そこはね、もうあまり気にしなくていいところまではやってきましたので、あとはさっきから繰り返しお話してますが、どこで先端を開くか。ありがとうございました。どうあってもこちらに陣が欲しいので、陣がある場所で決戦をするためにどこを選ぶかですね。報告いたします。先月の収支です。さあ、長宗我部と先端を開いていきます。真田の軍略味わうがよい。
さ敵を削っておきたいので、敵を削る上でどうするのが一番かだな。朝倉山一条谷、この辺りを攻めた時にどうかな。仮に一条谷を攻めた場合、雷連総大将で出陣して戦場の上限、戦場に展開できる兵数の上限は2万1000で、一方敵側長宗我部隊は松永久秀総大将で、陣は長宗我部側になると。じゃあ続いて野地瀬山を攻めた場合、ここは逆に何も出てないな。もう一度最初から選択し直しましょう。野地瀬山を攻略する場合は籠城戦になる。本当かな。一度これで軍を出してみる。自動で編成していると、軍馬鉄砲はフルフルで展開されるはずなので、あと問題は数で勝る長宗我部隊14万がどこに展開するかですね。報告いたします。先月の収支です。表情始めるとしましょう。当家の行く末話し合いましょうぞ。これにて表情を終わります。まあ、合戦に有利になるものを重点的に選んでいく必要があるので、続いてじゃあさらに軍勢を出していきましょう。危ないところで言うと最前線になるような長野城、この辺りに兵を集めます。信長ですね。さらに若狭方面も危険な匂いがするので金ヶ崎に、兵を集めましょう。おっと、ここで関白か。いやー、雪村関白になる？いや、もちろんなりましょう。たった2万円で関白になれるなら。さあ、野地瀬山の方は決戦になりますね。まずは野地瀬山で、これを見ていると、長宗我部信親隊が5詰めで野地瀬山城にやってくるので、これ5詰め決戦で叩きましょう。で、一方、長野城にも、これは、元地下隊が来るね。この元地下隊は長野城で迎え撃つ迎撃戦ですね。ここもしっかり叩いて、家康隊、これ金ヶ崎周辺展開しているので、これで空白地帯になりつつある2号2条保護者ですね、周辺もう兵力ほとんどないので、この辺りを駆逐していきましょう。ここだね。まずは陣はこちらが張ってるので、あえて合戦をするよりは指揮を任せて確実に勝ちに行こう。よし、目論見止め。これで確実に後勢満を取りつつ、家康隊はまだ集結が終わらない？終わらないね。続いてだ、信近、元近の部隊は攻め込んでは来ないか。これなんとかおびき寄せたいですね。どうしようかな。伊賀上野で決戦する場合は敵方に縛られてる状態だな。一旦兵を進めましょう。でさらに遠方からでもいいので、近江近辺に兵を集めよう。とにかく兵の数を集めておきたいので、それなりに兵が集まるところから重点的に
徴収していきましょう。ここまでは作戦通りに展開してます。野地瀬山をしっかり取ったら野地瀬山を奪還しに来る長宗我部隊を迎撃しつつ、遊撃部隊である家康隊で御所近辺をかきます。この作戦でいきます。取引を行いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。家康隊はしばらく待機だな。確かに、いや、家康隊は清水山まで進出させよう。で、長宗我部元近隊の動きが分からないな。元近隊の動きが分からないものの、信長を一旦どこまで進める？信長を一旦伊賀上野に。いやー、ちょっとちょっとミスったな。どうする？伊賀上野城に先に敵がやってくる？信長より先に元近隊がついちゃうかな。いや、待って。そうだね。うわー、間に合わなかったな。元近隊4万5000に対して信長か。ここは合戦の指揮を取るのは危険なんだよな。かといって取らなくても負けるしな。どうする？どうせ負けるなら指揮取る？でも陣を取られてるからな。いや、ここは信長のポテンシャルにかけよう。まあそうなるよね。いや、なんとなくそんな気はしてたよ。伊賀上野城があっさり取られたな。ちょっと今の信長の動きはまずい動きをしちゃいましたね。報告いたします。ただまだまだ挽回の余地はあるので、焦らずに長野城の奪還を目論んでいきましょう。まずは今動ける軍としては家康隊がいるので、この家康隊を一旦は観音寺に移動させよう。進むのだ。野地瀬山がなかなか落ちないね。硬いのかな。そしたらライレンはちょっと兵力を失っちゃいますけど、ここは力攻めにして一旦野地瀬山を確保しよう。我らの勝ちよ。勝ち時を上げよ。このようなところで。で、敵の動きをちょっと見極めていきましょうか。天国国久隊がやってくるでいいのかな。じゃあこれを迎え撃とう。行くぞ。皆の者、我に続け。退避せよ。ここは確実に勝てる。国久を撃破したので、この国久を撃破したライレンの部隊で御所を取りに行こう。出陣するぞ。報告いたします。まあ、ここまでは痛み分けという展開ですね。長野城を取られた代わりに野地瀬山を取ったという状態なので、この次だな。どう転ぶか。
いや、宇治安、信玄、三成ってもう本当そうそうたるメンバーですけどね。同じような形でおそらく長宗我部隊もね、優秀な人たちが集まってるのは間違いないですからね。野戦畜生は早速入れよう。取引を行いましょう。敵の動きをねしっかり見極めて動かないと、2回続けて負けると取り返しがつかなくなるので、まずライデンですが、御所決戦、これは御所で信近を叩けるでいいのかな。で、家康は取られた伊賀上野城の攻略に向かおう。待機せよ。待て。ライレンと信近だけど、ここはライレンの方が陣を取ってるはずなので確実に勝てるはずだ。そしたら御所をまずは確実に取ろう。元就の7万と家康の3万8000だけど、ここも陣はこちらにあるはずなので勝てるはずです。そしたらまずは家康もここは力攻めで城を確保するところから入りましょう。講和の条件が来てる。軍配1万7000、うん、これは一旦は拒否だな。今は城が欲しいので、まずは取られた伊賀上野、これを力攻めに変えます。で、後瀬山に敵の軍勢が迫ってる。御所に秀吉隊、これは確実に撃破できるのでいいでしょう。一旦時間を止めますね。そうすると後瀬山に7万8000の軍勢か。これどうする。後瀬山に来るこの7万8000撃退する力ないな。いや、なかなかに長宗我部隊もこちらの痛いところをついてきますね。伊賀上野は力攻めにして、確実に取りましょうと。で、ライレンだけど、ライレンも御所を取りましょう。で、後瀬山の方だな。雪村隊、これどうする。5万7000、これ後瀬山間に合うかな。ちょっと間に合わないよな。だったら集結をするのをしっかり待つ。他に軍を起こしたとして、後瀬山に間に合う軍勢がいるかというと多分いないよね。後瀬山をみすみす明け渡すのか。あとは今後のためにさらに遠方からでもいいので遠征軍を起こします。まあ、ここは兵糧をある程度失ったとしても、それでもなお集結にこんだけ時間かかるのに本当にいるっていう話もありますけどね。持ち瀬まあまあくれてやろうと。代わりに御所はもらう。で、続いて御所だけど、御所間に合うかな。後瀬山はもうしょうがないよね。よし、御所は取ったね。そしたらこの先ね、あの後瀬山を襲った部隊が次どこに行くかわからないんですが、これほっとくと清水山とかがやられるので、一旦
清水山には雪村の軍勢を入れましょう。でさらに伊賀上野城にも軍を入れておかないとちょっと危ないですね。いやー、前線の兵がちょっと数が足りなくなってきてるな。そしたらライレンの部隊で牧島城を襲っちゃいましょう。ここまで機内の進行戦は我が方がやや有利に展開しているでいいですよね。まあ、5勝を取りましたからね。後津山を失っているので後津山はなんとか奪還したいんですが、それを除けばまあ御の字かな。吉本対1万7000、これあの雪村と合流できなかった部隊になるんですが、ここは浅宮を攻めてここで津軽隊と決戦に及ぶ三段ですね。でライレンはここは力攻めにして牧島を落としましょう。でよし、牧島を取ったね。牧島に一旦ライレンは駐留させます。で浅宮はこれで吉本が取るよね。ライレンが三好隊を撃破するはずなので一旦置いときましょう。で怖いのが後津山に展開している部隊なんだよね。これどう料理するかだけど、これ戦いようがないので先に信長の軍を進めちゃいましょう。後津山の津軽隊に対しては雪村を抑えとして残します。そしたらライレンがちょっと疲れてるよね。ただ今敵の方ももう機内に軍がほぼほぼいないので、今攻める絶好のチャンスなんですよね。唯一まとまった軍勢がいる後津山、ここを雪村で抑えておけば今のうちに機内での勢力を一気に伸ばせるので、もう少し頑張りましょう。表情始めるとしましょう。いやーこれすごいよな。早雲信長家康で切磋がいるっていう状態ですからね。これにて表情を終わります。そしたら一旦今回のターンは試作は打たずに合戦の方に注力しましょう。まずは配属先に入れておきましょう。重要拠点になるであろういくつかの拠点、ここに武将を入れていきます。まずは左近を入れる。観音寺に左近、いや観音寺の左近は動かせないな。統率力の高い武将で今小田原に詰めてるのがいいよね。毛利勝長を入れていく。それになるせ、この辺りを一気に入れていこう。取
で5章には誰を入れるかだけど、総卒がそこそこ高くてかつ小田原に人が入っているとなると、どうする、ここは福島正則、村上義清、秀長、この辺りに出張ってもらいましょうか。かしこまりました。で牧島賞ですね、牧島もね現状最前線になっているので、ここも小田原城からある程度戦える武将を送っていきます。どうするかな、関西、この辺りを入れておく、上から順にね。ちょっと待ってね、ここには誰も入れてない、さっき入れたはずだけど入ってないのであれば人を入れなきゃいけないね。樹形二に茎をしたか、この二人を入れておこう。取り囲め。悪いが負けられぬのでな。よし、浅見は吉本の軍勢が取ったね。そしたらこのままどうするかな、飯盛山に軍を進みましょう。でライレンは一旦解除しよう、ここまで来たらもう大丈夫でしょう、休ませて再び出陣できる状態にします。信長 VS 秀吉か、ここは。まあ、陣をね確実に取ってる状態で戦闘に持ち込むというのが鉄則になりますからね。国久には死んでもらおう。でだ、信長の軍勢は一旦ここに駐留させる、いやそれよりかはもうちょっと城を取りたいな。どうする、有岡城あたりまで軍を進めましょうか。俺に続け。包囲しましょう。完全にこちらの思惑通りに事態が推移しているので、ちょっと30分そろそろ経つかなっていうところですが、もうちょっとだけねやらせてください。旗色が悪くなるところまでは今の感覚でプレーを進めておきたいので。先月の終始です。兵糧がでもだいぶ減ってきてるな、兵糧も金で買わなきゃいけなくなってくる、そんな感じになってきましたね。まあ、ただ今はお話したように攻める絶好のチャンスなので惜しまずにいきましょう。そしたらそろそろ一旦講和の使者を送っておこう。かしこまった。で講和が鳴る前に使者が到着するのに時間がかかるはずなので、その間に、有岡城と飯盛山城、さらに曽郷城、この3つを取っちゃいましょう。
口ほどにもありませんでしたね。よし、そしたらこれまだね、筒以上までいけるかなっていう微妙な距離感だけど、ここで一気に秀吉を叩こう。これ陣は秀吉側にありますけど、軍勢の数展開できる戦場2万6000に対して秀吉の方が6000集められてないので、これは正面決戦をしても確実に勝てますね。よし、有岡城を取った信長の軍勢はこのまま御坊に入る。いや待ってね、御坊はきついかな。であれば一旦荒らせるだけ荒らしておきたいので、おっとしまった、何も見ないで戦っちゃったけど、これ軍勢の数で負けてますね。しまったな、これは一刻も早く交渉をまとめたい、まとめたいですね。一人たりとも逃すな。そう、逃すな。お、長宗我部信親捕らえたか。どうしよう、他は全員処刑。いや、信親がね、もうこちらに登用されるって、なんかちょっと変な状況になりますよね。まずは信長の軍勢で城を取りましょう、しっかり。で、味方にならない武将は全員処刑します。さあ、講和がなるかどうかだな。あとは信長の軍勢、これをまだ戦えるのであれば、御坊に向けて進めていきましょう。そろそろ使者が到着して一旦講和に入りたいところなんですけどね、タイミング的には。先月の収支です。敵が我が領内に向かっております。ちょっと待ってね。荒木村重対14000か。これは一旦信長の軍勢で有岡城を押さえておこう。で、並行して御坊に攻める軍勢は別途用意しましょう。ちょっと待ってね、南部隊が到着しちゃったのか。これは戦いたくなかったな。結構時間経っちゃったもんね。南部隊が到着する頃には情勢は変わってるかなと思ったけど。長宗我部との講和まだ時間かかりますね。
竜蔵寺と戦闘に入ったわけ。報告いたします。先月の収支です。表情始めるとしましょう。なるほどなるほど、これにて表情を終わります。一旦ここも先に進めちゃいましょう。でだ、気になるのが交渉の状態なんだけど、まだ交渉が始まってないからな。どうするかな。信長の軍を御坊に先に動かそう。出陣する。で、一旦終了か。しょうがないね。まあだいぶ城は取ったけど、御坊までは取りたかったかなっていうのがちょっと残念なところでしたね。タイミング的に微妙でした。まあ、ここは次回またこの続きをね、しっかりプレイをしていきたいと思います。先月の収支です。で、裏で配属等々はやっておきたいなというふうに思いますので、この後ね、またしばらくの間は兵を休ませて、その後に今と同じ要領で長宗我部をね、撃破していきましょう。で、後津山は取られたままになってるので、これはちょっと気に入らないですからね。後津山の奪還、さらには機内を完全に制圧するっていうところから、また次回プレイをしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。